皆さんこんばんは。 JRP テレビジョンよりお送りいたします、国家非常事態対策委員会司会の立花健三です。それではいつものお二人のコメンテーターご紹介させていただきます、超動員大閣総裁、そして、ベンジャミン・フルフォードさん。はい、いつものお二人とともに始めさせていただきます、今日は2つの議題ございまして、金融危機について、そして、東ウクライナの代表が暗殺されたその件についてお二人方々からいろんなお話をお伺いしたいと思います。それではまずベンジャミンさんお願いいたします。今先週ジョン・クロード・トリシェットかな、ちょっと元 EU 銀行総裁、2003年から2011年の間の総裁が、今の、国際金融情勢がリーマンショック前より危険な状況にあると、発言しまして、で他にもベテランのそういう、金融マン同じこと言ってます。今は大変な危機が来るというので、理由は今回サブプライムじゃなくて、とりあえず先進国の危機から来てるんですよ。でこれはまず、トルコが、通貨の暴落によってトルコ企業が外貨で借りたお金返済できなくなったの、それまず一つ大きい。それから今危機が来てるのはブラジル、アルゼンチン、インドネシア、などなど、あとアフリカの通貨カンナミ1割ぐらい下落してるんですよね。でこれはある意味では、バブル、日本のバブルが崩壊した時と同じで、引き仕様になると一番まずボロいのが最初に出ると、日本の場合バブル紳士と言われてた人だし、今回ドルの量が、減らされてる、要は、FRB が引き締めに変わったために、どんどんこう一番弱いところが今潰れてるんですよ。でこれからあとイタリア危機も再燃してるんですよ。このヨーロッパ人も、まあ私も人のこと言えないけど、長く夏休みを取って、帰ったらいろいろ動き出すけれども、もうすでにイタリア国債が、暴落してるんですよ。でイタリアの、財務大臣が、うちらの、債券の利子をドイツ並みにしないとユーロが終わりますという脅しを入れてるから、その危機がまた再発するんですよ。で何度も言うけれども、イタリアはギリシアとは違う。なぜかというと、ギリシアの11倍大きいから経済規模だから、そんなに簡単に、葬ることはできないという状況なんで、激しい動きが見られてます。ただし、でここで非常にこれ要注意というか面白いところもでもあるけど、今アメリカとかドル体質の人たちが、お前たち俺たちの言うこと聞かないともうドル上げないと言ってる中で、みんなが中国金本位制、中国人民元で、今中国人民元が金本位制であることを確認したいのであれば、この1ヶ月間の金の動きと人民元の動きを見てください。そっくりなんですよ。それは金融市場ではそこまでの偶然はありえないから。そこで要するにじゃあ遊んであげないってアメリカが言ってるんだって、いいよ、うちらは中国とロシアと遊ぶぞって言ってるようなもんで、だからインドネシア、トルコ、イラン、インド、みんながその金本位制の方に移ってるから、これが非常にこう大変な状況になりそうで、このとにかく今年の秋は金融異変の可能性が非常に高いと、いろんな人たち言ってまして、私もあまりこういうのは予測しないけれども、今は、条件は確かに揃ってる。あと株高、今最高記録更新したんですけれども、要するに一番長い上げ相場として、だけれどもその内訳を見ると、リーマンショック以降の、FRB の合わせにで、企業が自社株を買ってるのが原因なんですよ。で、それも今、限界に来てるとは聞いてまして、まあ、だから、いろんな意味で、今、
まあ、日本、中国、あの辺は多分比較的大丈夫だけど、欧米では異変が起きる気温が高い。他にこういうこと言ってるのは、あのジェイコブ・ロスチャイルドも、自分 の, あのファンドの、投資家に、今株危ないというのを言ってますし、あとウォレン・バフェって株の天才も今買う株がないと、みんな相場合わないって言うんですよ。あの日本のバブルの時にですね、潰れなかった不動産屋、みんなあのこの例えばビルの家賃でローン払えないから買わないと、要は相場合わないから避けてたんですよ。でも上がるから買うという人たちが最初にやられてるわけで、今株屋さんで今相場合わないという人たちみんな株から引いてるんですから、とにかく要注意ということで、うん、そうですか。その件について総裁、なんか金融の件について何か、まあ、例えば日本の今、円が111円とか110円だけどもね、これが360円パッと戻った場合どうなるかという、これがもうアルゼンチンはもうそれ以上なんだよ。でアルゼンチンの場合はもう日本で言うならば110円が800円1000円とこうなってるわけだからそして年間公定歩合の金利が 60% か、考えられないだろう。日本はマイナス金利でまだ 0.01 や 0.2 や 60% で、だからまあ実質金融体制がアルゼンチンは崩壊し、ベネズエラが崩壊し、ブラジルもそうなると、南アフリカもそうなるということはね、まあこのかなりの開発途上国におけるそこそこの経済を持つ国々が完全に国家崩壊の状態になっていることは、まあ、金融恐慌が始まっているということだよね、もうすでに、うん、しかしこの原因が米中の貿易戦争の煽りなんですよ。やられているのはブリックスプラスアルゼンチンなんだ、はいはい、ブリックスが狙われているということなんだ。まあまあブリックスは中国インドも含めてね、だからまあそういう意味で、貿易戦争が解決すればまたこれは収まる問題だと思うんです。なるほど、ね、だから貿易戦争の煽りで、その貿易戦争はどことどこと言えばブリックス対いわゆる中央銀行ネットワークですよ、まあ、いわゆる友好という、あ、はいはい、それのおかげで、そうだろう、はい、どうでしょう、まあ、僕は実際にロスチャイルドと関わってる人間から言われたのは、これは金本位制の金融システムへの移行の始まりだと向こうが言ってるから、それは分かんないけど、蓋開けてみないけれど、ただ要はドル体制からの人たちがいじめられてるんだったら、もうさっき言ったまあ、実際に政府の関係者、トルコのエルドガン、大統領も言ってるけども、だったら金に来ますと、どうもドルやめますって言ってるから、これはかなりの、まあ、異変っていうこと、まあ、金融システムの再起動と言ってる人もいるんですけど、まあ、ただあの人たちずっと前から言ってるけどなかなかなってこない。ただしやっぱり今いろんな意味で異常事態であることだから、僕は金融マンだったらしばらく不動産現金などにお金避難させるであろう、あと金と、ただ僕は今お金ないからそんな投資する考えも必要ないまあいいんだけど、そうですか、それよりもまあとにかく今年の秋は金融面ですごいこと起きるし、それからもう一つね、まあこれちょっと一旦止めて別途でやりましょう、はいはい、で先ほどの東ウクライナの代表の件はだからそれは別途でやろう、長くなりそうだから了解しました、うん、もうちょっと時間はありますから、そう、はい、金融のけとでもそれでも、まあ、金融だから時間ねとありますちょっとやめて一旦、はい、切っちゃった、分かりました。じゃあ金融総裁他にございませんか、はい、大丈夫、ということで、今回はここまでが国会異常事態といたします。それでは次回までどうぞごきげんよう。はい。